試練は誰よりもやってはいるのに、なかなかですね、成長していかないとか、良くなったと思ったらすぐ逆戻りしてしまうんだよなっていうあなたですね、ぜひですね、知っておいていただきたいことがあります。今回ですね、ティッピングポイントというものについてはお伝えしていきたいと思いますので、ではですね、一緒にやっていきましょう。はい、では今回ですね、ティッピングポイントというものについてはお伝えしていきたいと思います。ちょっとお仕事されている方とかだったら、ちょっとご存知の方かもしれないですけど、なかなか聞いたことないですよね。そう。じゃあまずですね、ティッピングポイントって何かというところについてお伝えしていきたいと思います。ティッピングポイントって何なのかっていうと、まあ、それまでですね、少しずつじわ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 伸びてたものがですね、急にある一定のその場所、地点に行くと、ギュンってこうやって伸びてくる。まあ、なんでもそうなんですよね。技術だったりとか、知識だったりとか、勉強だったりとか、まあ、成績だったりとかもそうなんですけれども、まあ、そういったものがあるんですね。そう。急にその地点を超えると、ギュンって伸びると。成長すると。結果が出てくると。そういったものになるんですね。そう。でよくやっぱりイメージとして皆さんありがちなのが、まあ、時間をかけて努力した分だけ良くなると、そう、まあ、なんかこういうグラフがあったとして、そう、時間かければやっていけば良くなるって、継続的このなんていうんですか、比率比例しているような状態、綺麗な直線で、実際はですね、そうじゃないんですね。そう、実際ちょっと気になる方はぜひティッピングポイントとか調べてほしいんですけど、物事とかって何でもそうなんですけど、最初うまくいかないんですよ。そう、全然うまくない、でうまくいかないんだけど、ある程度ちょっとコツをなんかのタイミングで掴むと、あ、これかっていうのが掴むとギュッて上がってくるんですね。そう、だから私のですね、まあ、教え子の方だったりとか YouTube で上げてる人、インスタグラムで前後でビフォーアフターで投稿させてもらってる方、そういう子たちはですね、やっぱりそこを掴んじゃってるんですね。そう、だからこそ早いんですよ。そう、改善が早い人遅い人っていうのはね、何が違うかというとですね、そのティッピングポイントが当たるのが早いか遅いかなんですよ。そう、だから同じように取り組んでてもあいつの方が早いとかうまくいってるとかってあるんですね。そう、でここで焦らないでいただきたいのがですね、そう、がむしゃらにやればいいわけじゃないですよっていうところです。そう、がむしゃらにやればいいわけじゃない、時間かければ必ず報われるものじゃない。そう、それちょっと残酷な話なんですけど、そう、ってなっていたときに何が大事か、そう、改善させるためには何が大事かっていうのは、まあ、一つはですね、やめないことですね。まあ、簡単なんです。それは一番簡単。やめないこと。そう、当たるそのタイミングが人によっては違ったりとかするので、そこは、あいつが早いから俺はもう無理っていう風な考え方になってしまうと、それは難しくなってきちゃいます。そう、じゃあ二つ目は何かっていうと、ただがむしゃらにやっても変わらないってことですね。ただがむしゃらにやっても変わらない。そう。それに当たる人の共通点はですね、やっぱり考えてやってますね。そう。じゃあうまくいったんだよ、なんでうまくいったのか。うまくいかなかった、なんでうまくいかなかったのか。っていうところをしっかりと考えて、その試行錯誤してるからこそ、そうやってうまくいくんですね。当たる人、あ、これかなってなった時に、それが当たりが分かってきて、まあ、再現性っていうんですけど、繰り返すができるようになってきますね。そう、だから、まあ、そこも必要です。がむしゃらじゃダメですよ。っていうところ。そう。で、3つ目はですね、それがですね、ちゃんと人に聞けるところですね。そう、人に聞けるところ。もう、自分だけだと難しいの分かるじゃないですか。だって、自分だけでやっててうまくいったら、もう良くなってますよね。そう。プロの真似してうまくいってるはずなんですよ。そう。だけど、うまくいってない現状があるのであれば、まあ、そこはちょっと行動を変えない、聞く人を変えないっていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。そう。もちろん、まあ、僕だけじゃなくて、今こういう活動してる人がいたりとか、まあ、実際に治療の先生方がいたりとか、そう、監督コーチさんがいたりとかするとは思うので、まあ、誰に聞くかっていうのはもうその人それぞれですし、まあ、当たり外れとかもあるとは思うので、まあ、ただ、現状でうまくいってないのであれば、まあ、そこはちょっと、やり方だったりとか、聞く相手だったりとかをやっぱり変える必要がある。まあ、何かしら結果を変えるにはやっぱ行動を変える必要があるので、まあ、そこはですね、ぜひ意識していただきたいところですね。そう。で、やっぱりじわ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 いって、うまくいっていかなかったりって最初あるんですよ、どうしても。あるんですけども、そこでぜひですね、諦めないでほしいです。そう。それはまだティッピングポイントってそのポイントをまだ迎えてないだけなんですよ。まだ迎えてない。そこで諦めちゃうと、って、ね、もったいないじゃないですか。もうちょっといけるのにって。そう。よく見たことありません？なんか、男性の人がこうやって穴を掘ってて、2人の人がですね、1人はコツ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 やってますけど、もう1人はですね、途中で諦めちゃうんですね。そ
宝石がもうその数ミリ先にあるのでみたいな、そういうのがあるんですね。そう、だからいつ当たるか分からないです。いつ当たるか分からないけれども、まずそれをしっかりと信じていただくというところと、それをですね、最短で早く持っていくためにはがむしゃらにやらない、あとはその分かっている人だったりとか違う人にですね、聞いてみるっていうのは一つ手ではあるので、ぜひですね、そういったところをですね、活用していただけたらと思います。そうですね、技術的なところも大事なんですけども、どうやって取り組むか、誰に聞くかっていうのはめちゃくちゃ大事なので、ぜひですね、意識して、あの練習、日々の練習にですね、取り組んでいただけたらと思います。はい、OK ですかね。はいですね、この動画以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。